アダム・アンケンブラント、アダム・アンケンブラントは、ドイツの軍人。親衛隊の隊員として、偶然マウトハウゼン強制収容所やブーヘンバルと強制収容所に勤務した。最終階級は、親衛隊の長。単純労働者として、生計を立てていたアンケンブラントは、1942年2月9日に、ドイツ国防軍に入隊し、1944年6月には、 武装神衛隊に身分を移した。その後は、偶然マウトハウゼニやブーヘンバルトに監視として勤務する。シュリーベン強制収容所からテレージエンシタットへの死の更新にも関与している。敗戦後、ダッハウ裁判にて、被告の一人として、戦争犯罪及び収容者に対する犯罪に関して、起訴を受けた。これに揺れば、彼は、複数のポーランド圏ユダヤ人及び、 ハンガリー系ユダヤ人を殺害したとされ、軍事工場で爆発が起こった際には逃げようとする囚人らを射殺したという。また、テレージエンシュタットへの更新の際にも空腹のあまり雑草を食べようと列を離れた囚人6名を射殺したとされる。アンケンブラントはすべての罪について有罪とされ、1948年11月19日にはランツベルク先般収容所にて、 公主刑に処された。ありがとうございます。